はい、こんにちは、月島です。今回は先日開封レビューしたロジクールのペブル M350 をパソコンにペアリングする方法と解除する方法を動画にしてみました。はい、それでは MacOS でペアリングする方法を解説していきます。最初はマウスの電源はオフにしておきます。はい、まずシステム環境設定を開きます。左上のリンゴマークをクリックすると、上から2番目にシステム環境設定の項目がありますのでクリックします。そして項目の中から Bluetooth を見つけ出しクリックします。はい、Bluetooth のページが開きましたらマウスの電源を入れます。そしてマウスのペアリングボタンを長押しして青く光るのを確認したら、 Bluetooth の項目の中にM350 が検出されて表示されるのを待ちます。はい、表示されましたら接続をクリックすればペアリングは完了です。以後はマウスとMac の電源が入っていれば自動で接続されます。またうまく接続されないときは、このページを開いてちゃんと項目にマウスが含まれているか確認してみてください。またうまくマウスが検出されない稀なケースとして、 Mac の Bluetooth がオフになっている場合があります。そのときは Bluetooth のページのここの部分を確認してみてください。ここをオンにすれば検出されるはずです。また必要がなくなってペアリングを解除するときは、デバイスの項目を右クリックします。ここに削除とありますのでクリックします。これをクリックすると項目から削除され、ペアリングが解除されます。これでペアリングが解除されました。またペブル M350 はロジクールのマウスやキーボードの細かい設定ができるロジクールオプションズには現時点では対応していないようです。ですのでポイントやスクロール速度を調節したい場合は、システム環境設定を開き、マウスというアイコンをクリックします。ここでポイントやスクロール速度を自分の好みにカスタマイズできます。はい、次に Windows 10でペアリングする方法です。マウスの電源は一旦オフにしておいてください。まず左下のスタートをクリックします。そして歯車のマークから設定をクリックします。すると Windows の設定画面が開きますので、デバイスという項目をクリックします。 Bluetooth がオンになっていることを確認してから、 Bluetooth またはその他のデバイスを追加すると書いてあるところの左側のプラスをクリックします。するとデバイスを追加するという黒いページが開きます。 Bluetooth という項目をクリックします。デバイスを探し始めますので、マウスの電源をオンにしてペアリングボタンを押します。ではマウスの電源をオンにしてペアリングボタンを押します。はい、で少し待つとペブル M350 が表示されますのでクリックします。デバイスの準備が整いましたと表示されました。完了をクリックします。そしてここに接続済みとして表示されていますので、これで使うことができます。
以後はマウスとパソコンの電源が入っていれば自動で接続されます。ペアリングを解除したい場合は Bluetooth とその他のデバイスという画面で Pebble M350 の項目をクリックするとデバイスの解除というボタンが表示されますのでクリックをすれば解除されます。ポイントやスクロール速度を調節したい場合はスタート、設定、そしてデバイスと進んで左側の項目の中からマウスをクリックします。で、ここのページでカスタマイズを行います。はい、いかがだったでしょうか。 Bluetooth で接続すればレシーバーを使わなくても接続できるのでスマートで便利です。またマウスに限らず Bluetooth 機器は今回の方法で接続解除ができます。それでは最後までご視聴ありがとうございました。